はですね、インドの、まあ、インド最大の都市ムンバイですね。ムンバイ、まあ、人口が、まあ、1300万人ぐらいですね。まあ、ニュージャリーよりも多分多いと思うんですけど、まあ、州全体ではですね、1億人の州です。国全体11億人ですよね。ムンバイの近くのですね、まあ、これ国際空港の近くなんですよ。アンデリーっていうですね、国際空港行きの近くの、まあ、街なんですけどね。まあ、インドはですね、これからですね、まあ、ブリッジ、まあ、次のナンバーワン、世界ナンバーワンは中国についてインドだと人口よく言われてますけどね。まあ、パワーはすごいですよ、本当。ものすごいパワー。まあ、この喧騒を見てください。まあすごいですね。素晴らしい。まさにハングリーオブパワー、パワーオブハングリーっていう感じですね。インディアン、これは靴屋さんなんですよね。靴屋さんでこんな風にですね、まあ、直すリフォームっていうのは当たり前ですね。こんな感じでですね、子供がですね、お金ちょうだいと、まあ来てますけどね、誰がいるかこの野郎、まあ自分で働かんか、この若いくせに。ちゃんと働けよ、お前。よし、よー、やったか、この野郎。ねえ、施し相手をダメにします。私はあげません、基本的には。まあそんな感じですね。まあさっきもですね、電車に乗りましたね。騙されましたよ、騙されたっていうか。どのお金を払った後ですね、まあ、電車で乗り間違いましてね。ファーストクラス、セカンドクラス5ルピーのに乗って、間違ったんで、他の電車乗ったらですね、罰金250ルピー払えって言うんですよ。ね、正規の5に対して罰金250ですよ。まあ日本にしたら500円ですけどね。頭に来てね、これやろ、払わんぜ、クソったれと。社長とまあ喧嘩してましたらですね、まあなんかわからん、エキストリスト連れていかれます。まあ結局罰金はですね、払わないと。まあ警察だと。いいじゃないか、連れてけ、この野郎。俺は、I want to go to jail って言ったんですよ。入りたいですよ、どうやりて。でも、なんでリアリーって聞かれてね、本当だいって言おうと思ったけど、まあ、今日の夜、これからも飛行機乗らんといかんからですね、まあ、結局は金を払いましたけどね、このクソったれが、このインドクソったれがと、こう思いましたけどね。まあ、なんこのバカのこの、貴様の働かんか、この、アホ。まあ、てな感じですね。まあ、インドですよ。ね、グレータームンバイ、グレーターインドという感じですけど、まあ、わからん。ね、記者間違ったら俺が悪い、俺が悪いんでしょうけどね。一緒に捕まった少年はね、結局払ってないですからね。まあ当たり前でしょうけどね。まあしょうがない。まあこんな風にね、なんちゅうかちょっとした習慣の違い、言葉習慣の違いで結局まあトラブルが多いわけですよ。外人同士はね、外人と現地人では、まあいろいろあって、まあ払いました、しょうがない。まあこれもインドへの寄付かと、ね、クソったれがと、ね、今回なんか仕返してやろうと思ってですね、さっきからですね、なんか壊すからですね、インド人殴ってやろうからですね、蹴るからですね、まあいろいろ考えてるんですよね。まあでもそれはまあ別にね、インド人が悪いわけじゃないね、法律というか習慣破った私が悪いんであって、しょうがねえと、しょうがねえ、まあなんとかかんとか、あ、関係ねえ。あ、関係ねえってやつですよ。まあ、どうでもいいけど。まあ、そんな感じで、まあ、インド、10日間インドいましたけど、まあ、ね、昨日までが、現地のまあガイドというかね、サポーターと一緒でしたから、何の問題ありませんか。まあ、今日から一人になってですね、いろいろ間違えましたね。まあ、いろいろありましたよ。まあ、というほど何もないんだけど。というわけで、インドです。ね、次の時代はインド。いや、インドかなという感じですけどね、インド最大の都市のムンバイの、まあ、近くの国際空港の近くのアンドリューという町で、まあ、まだこんな状態ですからね。あ、まあハングリーインド、ハングリーパワーオブインドという感じです、インディアという感じですけどね。あ、まあどこまで本当になんていうか来るのか、まあ10年20年30年まあかかるでしょう、いろんな意味で。ですけど、中国と同じくね、儲かるものから、富みるものから早く富みろみたいな、インドはそんな感じでした。ね、まあ
うでもいい、どうでもいいっていうか、この野郎っていう感じですよね。はい、というわけで、ね、私もちょっと行ってみよう。ハロー、インディアン。というわけで、ね、グレータイムンバイ、グレータイムインディアン、はい、サンキューベリーマッチ、サンキュー。